双子のタレント、お杉とピーコの兄で、ファッション評論家として活躍したピーコ、本名、杉浦克明イコール杉浦克明さんが9月3日、敗血症による多臓器不全のため、神奈川県内の病院で死去していたことが20日、分かった。79歳だった、同じ双子タレントのザタッチが、それぞれ X で追悼した。兄の拓也は、ピーコさん何度も共演させていただき、 お世話になりましたから口のダメ出しのようで、実はアドバイスをくれている、そんな優しいピーコさんが大好きでしたご冥福をお祈りしますと投稿。弟の和也も、ご冥福をお祈りします。大好きなピーコさん、本当に本当に残念でなりません。とつづった。